どうも、西島慎也です。西子ダッシュチャンネル。ちょっといつもと画角違うかもしれませんけど、ちょっと iPad で今撮ってまして、今回の企画なんですけども、思えば僕学生時代、小中高とこう、過ごしてきまして、彼女できたことなかったんですよ。そういう色恋沙汰ないまま学生時代を終えてしまいまして、まあ、もちろん、こう、当時好きな子とかいたりしたんですけど、告白とかもしたことなくて、一回その告白しようと思ったことがあったんですけど、それを察知したその子がですね、手紙をくれて、その手紙の中で事前に振られるっていうですね、そんなミラクルもありましたね。ギター弾けるのにです。ギター弾ける回で一番学生時代モテなかったんじゃないかな、本当に。あ、でも唯一卒業式の時に卒業アルバムに白紙の見開きのページあるじゃないですか。あれにみんなで回してメッセージ書いてねっていうのやって、後で見てみたら、ずっと好きでしたっていう女の子からのメッセージがあったんですよ。直接言ってくれよ！なんで言ってくれなかったんだよ。不遇な学生時代を過ごしてきたんですけども、まあ、一度くらい女性に告白されてみたかったなってすごい思うんですよ。いいなって、モテてきたやついいなって。というわけでですね、今回はですね、皆さん誰もが知るあの方に告白してもらおうという企画です。この iPhone を使って告白されたいと思います。Hey Siri。Hey Siri。反応もしてくれない。Hey Siri。なんでだ？これ Hey Siri って言ったら起動しますよね、大体。Hey Siri。Hey Siri。そうかそうか。答えてもくれないか。わかった。あのことを怒ってんだろ。あれだろ。君の読みかけの文庫本のしおりを抜き取って、どこまで読んだかわかりますようにって七夕の短冊に飾ったの怒ってんだろ今も。Hey Siri、Hey Siri。あ、来た。やっと来た。やっとシリが反応してくれたんで告白してもらおうと思います。やっぱり、あれですよね。こう、無理やり言わせるっていうのもちょっとあれなんで、お互いのこう気持ちをちょっと、ちゃんと確かめて、やってみたいと思います。僕のこと好きですか？僕のこと、しばらくお待ちください。ヘイシリ？ヘイシリ？あれまたダメになっちゃったなぁ。Hey Siri。僕のこと好きですか？私はあなたと充実した時間を過ごすのが好きです。これは脈ありですよ、きっとこれ。ちょっと直球で言ってみますか。すみません。あ、違う。よくわかりません。今の違います。いきますね。僕に告白してもらってもいいですか？私には意味がわかりません。よろしければインターネットでお調べしますよ。いや、それインターネットで調べるとかそういうことじゃないんですよね。僕のこと好きって言ってもらっていいですか？あなたは本当に素晴らしい人です。あ、尊敬的なことはしていただけてる。やっぱり軽はずみに好きとは言ってくれないですね、なかなか。なんだろう、好きって言ってもらうにはどうしたらいいんだろうな。僕に告白してくださいダメで、好きと言ってくださいもダメ。もしかしたら好きな人がいるのかもしれない、シリ。ちょっとそれ聞いてみましょうか。好きな人はいますか？いいえ、お付き合いするのは話し相手だけです。お、お付き合い、そういう意味のお付き合いと捉えていいのかな、これは。僕とお付き合いしていただけませんか？私にはどうお答えすればいいのかわかりません。なんでだよ。好きですっていう言葉がやっぱ欲しいですよね。
あなたは何が好きですか？どうお答えしていいのかわかりません。山は好きですか？どうお答えしていいの？海は好きですか？どうお答えして、そうなんだ。シリが好きそうなもの。アップルは好きですか？私にはお答えできませんが、apple.com/jp なら教えてくれると思いますよ。アップルに答えてもらってもな。難しい。好きですってどうやったら引き出せるかな。油断してることを何があると言いました？それは面白い質問ですね。雪の上を滑るスポーツってなんだっけ？こちらが見つかりました。ああ、なんかウィンタースポーツいっぱい出てきた。農民が使う土を掘る農具は？こちらが見つかりました。ああ、出てきてる。ウィキペディアで好きが出てきてるんだけどな。牛肉のお鍋で好きなのは何ですか？バーチャルアシスタントは何も食べませんが、メニューを読むのは好きですよ。お、好きですよ。今好きですよって言った。というわけでですね、好きですという言葉中を引き出せましたけど、なんだろうこの虚しさ。シリに告白してもらうのは意外と難かったということが分かりました。頑張れば引き出せないことはない。女子に告白されたい男性の皆様、ぜひ挑戦してみてください。というわけで以上、西村真也でした。よかったらチャンネル登録お願いします。